おい。ん？そこにいた。君には本物の正真正銘のカスタムメイドのクルミのスワッターが必要だ。スワッターってなんだ？ルーキーだな。スワッターはな、ダイヤモンドシティの伝統だ。昔はこの全体がスタジアムだったのさ。2チームが顔を合わせてベースボールっていうゲームをしたのさ。片方のチームがベースボールバットと呼ばれるもので、もう片方のチームを死ぬまで殴るのさ。バットの中で最も優れたバットがスワッターさ。真実だぜ。愚かな。ベースボールはそういう風にプレーしない。そうかい、ミスタースマーティーパンツ。どんな風にプレーされてたと思うんだ？どうしてエキスパートなんだ？生粋のダイヤモンドシティボーイなんだ。だからベースボールは自分の血のようなもんさ。さて、質問に答えるか、出なければどうする？ボール、ストライク、スリーベース、それとホームランがあった。何人のランナーがホームプレートを踏んだかでスコアが決まる。エレガントですらあるね。本当にベースボールなのか？こちらのバージョンの方がいい。さて、本物の正真正銘のカスタムメイドのクルミのスワッターを紹介しても？仕事はあるか？スポーツに貢献したければ、戦前のコレクターのアイテムをこっそり隠してしまうこともできる。ウェスティング、パンクのためにやめろコーチはここから遠くないところに家を所持している。レジェンドが言うには、彼がリタイアするとき、リーグがボールとミット、プレーカードに他のコーチ全員がサインしたものを送ったと。これでどこに行くかわかるか？それぞれに100キャップ払うよ。どうだい？100キャップは安いな。もっと欲しい。元気がいいな。じゃあ一つ125キャップでどうだ？頼むよ。店を運営してるんだ。もっと出してくれ。お前、目の中が燃えてるぞ。わかった。それぞれ150キャップでどうだ？お得だろう。何が必要なんだ？単純なものさ。ウェスティング不動産に行って、サインが書かれたボールとベースボールカード、ミットを全て探してくれ。カード、ミット、ボールか。わかった。感謝するよ。ベースボールは感謝してる。おふざけはなしだ。通って連れてくるように言っただろう。うるさい。今奴らがここに向かっている。準備しろ。あれは何だ？ああ、ちょっと黙ってろ。何が聞こえる？
何か見つかるといいね。さあ行こう。これは開けられない。やった。前に引き込もうとしたやつを覚えているか。あのグレネード。いや、巡回をしていた。そいつが、素晴らしい。
いいね。マスコミは止められない。よう君、パイパーとのインタビューすごい良かったよ。コピーを渡しておきます。スーパーサロンなら夢のヘアスタイルを実現。異物は見つけられそうか。ベースボールの将来は異物にかかってるんだ。全部持ってきた。度胸があるな。見せてくれ。このボールは本物だ。これにサインしてグランドでやっつけた奴らの子供たちに渡してたんだ。このカードを見てくれ。裏に数字が書いてあるのがわかるか。この選手にやられた敵の数を記録してる。そのミットの皮を見てみてくれ。本当にうまい選手たちはそれで弾丸を受け止めたんだ。本当だ。それでリストに載っているもの全部だ。本当にありがとう。俺的にはベースボールのコレクター誌に残る仕事をしてくれたと思っている。ちょっと用事があって、すぐ終わるかも。